はい、圭太郎君。<laughs> はい、えーうん、こちら、朝日新聞の一面ですね。はい。介護保険料6500円以上が半数、74自治体調査、6割超が引き上げとあります。4月に3年ぶりに改定された65歳以上の介護保険料について、まあ65歳以上が払う介護保険料ですね。全国の主要74自治体を調べたところ、半数近くが月額6500円以上となることが分かったとあります。うん、高齢化や単身世帯の増加 で保険料負担は今後一層重くなるるとと見込ままれるとありっ で前年度より1,155円増えて月額ですよ、はい、9,249円になったとうん、うん、あの介護保険料って今あれ40歳以上だっけはい40歳から払い始め40歳から介護保険料、うん、ええって売る,る覚えだけどこれ天引きにな,なっちゃうところもあるんだよねそうですねあの、うん、会社にってもそのまま天引きですね天引きになっちゃううも、んうん、言わさずみたいな感じがうん、うん、持って はいはい持っていかれてそれが大阪が一番多くていくらだって9249円ちょっと待って月だろ月ですね月だろ1万円で年11万以上になるねそうですねで40歳から払い始めてでこれはいつの話65歳以上が一応、40歳から64歳っていう区分と65歳以上っていう区分があってこれが65歳以上の会 介護保険料がえそうすると六十五歳以上の人の介護保険料が大阪だと九千円月九千いくらになるってこですねはい大阪市だとそうなるということになりますまちょっとだって今までだっていろんなのたくさんね社会保険料を払っててもうずいぶん上がるね、うん、そうですねまあ一応あの制度が始まった二千年度は、うん、この介護保険料負担全国平均で二千九百十一円だったんですけど、うんはい、まあ総費用 の方が20年余りでまあそれに伴って保険料負担も、まあ、当初の倍以上に、まあ、なってきているっていうことですね、うん、23年度までこれは全国平均ですけど当初の約2倍の月6014円に増えたと思います、はい、いやでもさこれさ当然払えない人出てくるそうですねだってこんに上がっちゃったら月、はいはい、に1万円近くなんて言うそうだよ月1万年12万、うん、11万ちょっと、はい、払えない人絶対出てくるのよ 3面ですけど払えず差し押さえ65歳以上2万人とあります保険料の上昇は高齢者の家計を直撃している、うん、厚労省の調査によると介護保険料滞納して預貯金や不動産などを差し押さえられた65歳以上の高齢者は21年度に19667人いたとありますこれはどうし、ん、る、うん、大阪が一番多いのはですね、うん、これあの市の介護保険課の方が答えてるんですが理由の一つに一人暮らしの高齢者の大 2020年の国税調査によると、大阪市の65歳以上の高齢者のいる世帯のうち、一人暮らしの高齢者の割合が45.0%で、全国平均の29.6%大幅に上回っていると。まあ、単身の場合がやはり、こう、介護、サービスを受ける必要が多かったりして、まあ、うん、そういうこともあったりして、単身高齢者の方が、まあ介護、費用が多くなってしまう。 大阪市を解体する協定書のことだけを議論していることは、市民の気持ち置き去りであり、異常な事態だと、まず申し上げておきたいと思います。お金の問題で料金を統一するのかという二択で、後者を選んだということですけれども、これは介護保険に関しては似合図ベターを捨てたんですよね、都構想で似合図ベターになるというのは嘘だったということになります。また、大阪市は介護保険制度ができたときからずっと、政令市一高い介護保険料だということは周知の事実ですよね。 保険料のばらつきを生じさせたないためといって、高いまんまで一部事務組合にしてしまったら、その介護保険料を下げるという可能性が、限りなくゼロになってしまうのではないかということも懸念をされます。えなぜ、大阪市の介護保険料が高いのかということをご説明いただきたいというふうに思います。川崎課長。 本市は一人暮らし高齢者が多く要介護認定率が高い状況でございますそれに加えまして低所得者が多いことが保険料が高くなる要因と考えております介護保険料が高いのは一人暮らしの高齢者の方が多いためだということです大阪市は認定率も高くて給付される介護サービスが充実しているということが 保険料に反映していると面を抜きに、えー、介護保険料のことは語れないとは思いますし、また、大阪市は、特別養護老人ホームをおおむね1年以内に入れるようにとかね、施設整備の努力をしているとも聞いています。また、他にも、障害者福祉サービスを受けていた方が、障害者の、えー、障害者の方が、介護保険対象年齢にな,年齢になっても、引き続き障害者福祉サービスが受けられるように、柔軟に対応してくれているとも聞いています。これ結構大事なんですよね。負担が違うし、サービスの内容も違うので、

引き続き17対応り努力していただくようにお願いします。で、介護サービスを多くの方が利用できているという面は評価する点あると思うんですけれども、保育料基準額が月7927円というのは高すぎますよね。住民サービスが低下しない。えー、現在のままなら安心という、そういうわけにはいかないというふうに思うんですね。全国平均の5869円と比べても2000円以上高い。介護保険料が高額で、年金から転引きになって生活苦しいという声、本当にたくさんの方が。 からいただいています20ある政令市を見比べても突出していますよね政令市中2番目に高い熊本市は6760円で7000円台は大阪市のみしかも7000円で後半の7927円本当に高いんですよ会合サービス充実の前に突出して高い保険料で市民サービスが低下しますしてしまっているという状況に なっているわけです。じゃあ、介護保険料を下げるために、介護サービスを削るのかって言ったら、もちろんそれはそうではないわけですよね。協定書では、高齢者の施策特別区が担っていくことになって、介護保険は一時部事務組合で行われることになって、この計画とかね、実際の施策の連携どうなっていくのかなっていうことがありますので、新原高齢福祉課長。特特別別区区設置後ははでで年年をををととすするる老人福福祉祉法に基づくく高齢者保険福祉計画を一部事務組合では同じ 法に基づく介護保険事業計画を策定し、高齢者施策を進めていくこととなります。 この両計画は、それぞれの法律上、一体のものとして作成をいたしますことから、区と一部事務組合との意見が反映された計画となりまして、地域の実,実情や住民ニーズに対応したサービスを提供できるものと考えております計画を一体のものとして作成するから、地域の実情や住民ニーズに対応できるという認識だというふうに伺いましたけれども、見通しが甘いと思いますよ。 えー、木下今触れられてた、えー、門真市、守口市、四条あて市の介護保険 国連でやっているくすの木広域連合でも地域実情に応じた施策にしていくことが難しいとこれは門真市の方にお話をお聞きしました広域連合から介護保険の計画が出てきてそれを受けて3市が高齢者計画を考えるので横並びにならざるを得ないっていうことなんですよねもし特別区になって一部事務組合と4つの特別区が計画を連携して作るといっても4つの特別区はそれぞれ似合ズベターで独色出てくるはずではないんですか一部事務組合がその各特別区に 優先順位決めめられるるるわわけけじゃななないでですすよよ。ね。地域実情をを反映した高齢者施策を進きの大きな障害になるわけですよちょっと想像してみていただきたいんですけど例えば A 区では介護予防を頑張ったとする元気にお過ごしになる高齢者が増えて介護利用を抑えてきてでも隣の B 区では独居の高齢者は大食いしその対応に追われてそこまで介護予防できないとなった時に A 区にだけ何か介護予防の予算をつけて B 区にはなしということは考えにくいそれが一部事務組合にしてしまった時のデメリット になりますいずれにしても介護保険だけは似合いすべったにならない、このことは重大な問題です。今回出された請願の中にも、協定書で介護保険と合わせて、高齢者の地域包括支援センターの運営協議会も一部事務組合となっている、これでは、効果に記載されている、より地域の実情や住民ニーズに合った施策を展開する、実践するのは難しく。 それどころか、地域の課題解決の施策を実現するためには、実施するためには、今まで以上に複雑な仕組みになると懸念されますというご指摘も上がっているところです。そしてもう一つ問題なのは、一部事務組合というのは、住民に選ばれた首長を有しない自治体ですよね。 各区長や区から数名の議員が出て話し合ったとしても間接的に過ぎないわけです。介護保険料が高すぎるから下げてほしい。介護サービスの充実をしてほしい。認定に時間がかかるのを改善してほしい。そういう特別区民の皆さん、利用者の皆さんの声はどこに届けたらいいんですか誰が受け止めてくれるんですか一部事務組合ですか特別区の議会ですか特別区長ですか 大阪市議会でだって、私は先日、環境対策特別委員会で質疑させていただきましたけれども、ゴミ処理施設の問題は、一部事務組合の管轄だから議論できないよって言われてしまうんですよ、いや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 、ゴミ処理基本計画は大阪市で作るでしょって言っても、 切り離されてしまうのが現実なんですよ。似合いずベターとは対極にあるのが一部事務組合です。住民の声が届かない。特別区の自治権も行使できない。そこに介護保険という重要な施策を当てはめてしまう。しかも基礎自治体として産声も上げていない特別区におしきせで枷をはめるわけです。親が勝手に子供の将来を決めていいものではないと思います。そもそも今回の一部事務組合は151もの事業を一括で行うもので、それ自体も異常ですよね。 大きく分けて、介護保険、システム運営管理、施設運営管理の三つの事務、その中に、まあ、いろいろあって、百五十一の事務が移管される。で、ここで伺いたいんですけど、うちの区は、介護要望を頑張って、見通しが明るい。じゃあ、介護保険は脱退して、自前でやって保険料を下げていきたいという特別区が出てきたとします。その時に、介護保険事業だけ、離脱すること、脱退することが可能なのかということを教えていただけますか川崎課長。 お答えいたします。委員長。長岡委員。そうなんですよ。脱退できないんですよね。全部抜けるにも2年を要すけれども。何か一つの事業は抜けますというときに、今の例で言えば、うちとこは介護保険料下げれる。頑張ってるから抜けるって言ったら。 他の特別区さんはいやいや、あんだんとこ抜けちゃったら、自分たちの介護保険料上げなあかんようになるやないかという、そういう事態になってるわけですから、調整できるとはとても思えないわけですよ。だから離脱することできないんですね。これは本当に大問題ではないでしょうか。特別区として一部事務組合で何をしていくかっていうことを決めてるわけじゃないんですよ。だってまだないんですから。それを抜けることが不可能な状態で押し付けるわけです。特別区の自治権など重要視していないと言ってるの と同じです今回出された陳情書の中にもこの一部事務組合の問題指摘されていることもありましたしそれから特別区の事務分担についても法令上は大阪府が負担するべき約2800の事務が特別区の事務分担にされていることを指摘して特別区誕生の前から決められて押し付けられていることの違法性について指摘するものも出ていますよね特別区に分かれる意味がないわけですね分けられない事務が151もあって特にねシステムなんかそうですけれどシステムが一回 やったらそれはもう一つの自治体じゃないかとも思うわけです大阪市には大阪市は分けられない 分かれない方がうまくいくっていうものがたくさんある。151ものジムがね、あるから、一部事務組合をそんな形で作らなあかんようになってるわけでしょ大阪市のままやりましょうよ。住民自治も守られるし、まあ、30か50か分かりませんけれど、とにかく自治体の形は複雑にしてね、しかも、この都構層と一緒で、片道切符で、うまくいかなくても後戻りができないっていう一部事務組合を作るのは、あまりにも重い十字架を手渡すことになりませんか前例に習うという意味で、先ほどもちょっと触れたゴミ の一部組合と比べてみてみも全然状況は違うんですよね一般廃棄物の処理については今、まあ、皆さんご存知と思うけど大阪市八尾市松原市森口市で大阪広域環境施設組合っていうのを作ってやってますけれどゴミ処理事業だけでの一部事務組合ですから、まあ、状況が変われば脱退可能だというふうに思いますけれど。 またそもそも成り立ちから全然違うんですよね。政令指定都市の大阪市が施設を整備する力があるから、大阪市の施設で一緒に処理させてほしいと、周辺の市が頼りにしてくれてるわけですよ。 だから、えー、大阪広域環境施設の議会ではね、まあ、ここ5、6年参加してたうちの議員が言ってましたけど、大阪市会議員は発言するけれど、他市の議員は発言しないよっていうふうに言ってました。ずっとそういう状態でやっておられるわけですね。ちなみに、新情勢が上げることは可能ですけれど、上がってきたことはないんだって言ってました。いかに市民から遠いかということも、ここで見て取れるわけですね。で、まあ、ゴミの一部事務組は、ま、いいんですよ。政令指定都市の大阪市、やっぱり頼りになるなぁと、そういう話なので、 いいんですけれどここも特別区設置では心配はありますよね頼りになる親分が倒れて頼んない子供4人と他の3市で70行政ですかまあ重なってはないけどリーダーシップもなくなるわけですよそして今後の財政的な裏付け特別区の財源負担とか何も決まってないんですよだから存続大丈夫かっていう心配が出るわけですよねまあ、ここは民生保健委員会ですのでそのことについて議論はしないんですけど一部事務組合の問題点の例として申し上げています、えー、ケアマネさんとか、ね、ヘルパー さんとか介護保険に関わるお仕事されてる皆さんから、やっぱり一番心配の声が出されてる認定調査についてね、やっぱりお聞きしていきたいなっていうふうに思います <laughs> 新しく介護保険を受けたいと思う、市民の方がまず思った時に、まず申請をするところからスタートするわけですよね、まあ、地域包括支援センターとか、ケアマネさんのところに相談に行くとか、まあ、自力で頑張ってでも申請をすると。 ことですよね、そして状況を確認していただいて審査会にかかって養子園養介護の段階が決まって認定が下りるとでその通知によってケアマナさんがケアプランを立てていただいてヘルパーさんお願いして介護スタートとそういうことですよね。でまたぐるっと回って更新が来て決められた期間で更新申請をしたり、まあ、状況が変われば区分変更申請をするとこれがこう介護保険フローというあの大きな流れがこう滞らないで回ってるっていうことがとっても大事なんだなって とということをちょっと改めて確認させていただいたんですけど。 介護認定については、まあ、皆さんご存知なことと思いますけど、申請から、ね、30日以内で認定を下ろさなきゃいけないところ、大阪市では、まあ、3か月かかってるということで、ずいぶん問題にされてまいりましたよね。この民生保健委員会でずいぶん先輩の皆さんがご議論されて、改善に向けてね、人員の確保とか、まあえー、少数でも、ね、認定作業を引き受けてくれる事業所がないかアンケートしたりとか、いろいろ努力が図られ始めていたところだというふうにお聞きしています。ただ社の方とか認定 調査員の方にお話伺いましたらまあ、それについてコロナの影響で問題点浮き彫りになっているっていう風におっしゃってるんですねまあ一つはもともとその3ヶ月かかってた時のことなんですけど大阪市で認定調査員になったら仕事がとってもハードだという悪評が立ってなかなか成り手が少ないっていうことが本当にも悩みとしてあったそうですつまりね待機者が多くて1日5件とか訪問するように言われるけど1日5件もいてたらお昼ご飯食べる暇もないよとそういう状態だったとでそれが2つ目なんですけどそれで募集頑張ってた だけどコロナににななっっっっっててて、まあ、それは1ヶ月で認定が下りるようになってよかたたというふうにおししゃってましたけど今度は、まあ、訪問怖いから来ないでほしいということでね、認定調査の件数が激減して、今度は極端に仕事が少なくなったということが問題として挙げられてました。大阪市はプロポーザル契約で一件いくらの支払いで契約をされてるということで、つまり、不合制ですよね。だから、訪問行かなかったら収入が激減して、しかも、その契約形態だと、休業の各所支援金とか色々ありましたけど、その対象にならない だから、せっかく確保している認定調査員さんがね、路頭に迷うという、そういう事態になりかねなくて、もうそれは阻止しなければいけないかと思って、区社協さんがね、どうしたかっていうと、別の授業である、先ほども出てましたけど、有志の窓口、コロナの対策で、小口融資窓口、忙しくなっておりましたから、そちらにアルバイトとして入ってもらったり、本当にそういう対応を現場でやっているっていうことでした。で、じゃ,じゃあ、良よかったじゃん、シャンシャンっていう話ではないんですよ。認定調査員さんですからね、教科書通りしっかり書いて、そのままま、 オッケーですっていうものは受理できるけどもそうじゃないものは全部結局は窓口担当の方所長さんに回さざるを得なくってなんか役に立ってんのかなーなんてちょっと愚痴っておられましたけどでも収入を途絶えたら生きていけませんからそういう形でね本当に社協さんの努力でしのいでおられたわけですそれでもね私が聞いたあのー、訪問調査員さんはうっとこはもう今月二人辞めるんですっていうふうにおっしゃってましたそれはそうですよね収入は安定してないんですからやってけないっていうことですよだから訪問調査が多くても 問題あり少なくても問題ありでやめてく人が相次いでねせっかく積み重ねてきた経験をドブにしてるようなもんだって悔しがっておられましたでこの大阪市の先ほどのこの介護フロー介護保険フローを滞りなく回すためには訪問調査員さんすごい必要なんじゃないんですか問題のある契約形態だと思うし非常事態への構えもなかったということで17万件も調査してくれてるあの本当に頑張って現場のところでとどまってくれてる社長さんにもっともっとリスペクトが 質問なんじゃないかなというふうに、今回いろいろ聞き取って感じています。で、区社協さんは、介護保険の認定調査だけじゃなくって、えー、地域包括支援センターを各区で委託受けたりとか、まあ、先ほどいい表が出てましたけれど、えー、区内の他の、えー、地域包括システム、ケアシステムのところでもイニシアチブ取って、えー、地域福祉の重要な役割になってくれているというふうに、えー、聞いていますというか、うです、えー。特別区が設置されれば、現在の各区、えー、社、えー 区の社会福祉協議会は解散・消滅することになりますけれど、この地域包括センターについてはどうなっていくのか、またあのお聞かせいただきたいと思います大阪市内の66か所の地域包括支援,支援センターにつきましては、現在は本市が公募により選定を行い、24区社会福祉協議会をはじめ、多くの社会福祉法人に受託をいただいているところでございます。 社会福祉協議会がどのような組織にされるのかの検討状況を踏まえながら、またどういった形で公募に手を挙げられて選定されるかということもございますけれども、現行サービスの水準や内容を維持できるよう、特別区設置準備期間中に、具体の実施方法について検討することとなっております。 現状になっていただいている役割の大きさを考えたら、あまりにも低い評価じゃないかなというふうに思います。で、区社協さんは、地域の要の自覚があるから、区単位の連絡会を呼びかけてね、地域にあと2つとか3つとかある、他の地域包括支援センターさんとか、区の3医師会、医師会、医師会、薬剤師会の皆さんとか、連携取って、 情報交換とか連絡会とか講習会とか開いたりしてるわけですよね。で、コロナ対策でも先ほどからね、皆さんからも出されている小口融資の窓口とか、あのー、生活困窮者の自立支援事業とか、 あと、地域でね、ふれあきさ子育てサロンバックアップしたり、災害時に災害ボランティアセンターの設置運営、これもまあ出されていましたけど、され、様々なことをされているわけですよね。で、認知症初期集中支援推進事業っていうこのオレンジチーム、これを始めようってした時にも、手が、手を挙げてくれなかった区社協さんには大阪市が頭下げてまで引き受けてもらって来てるわけでしょそれが大阪市解体になったらもう関係ないでは、 あまりにひどいというふうに思うわけです。別に自分たちが消滅したいわけじゃないわけですよ。大阪市が解体したら、社区と区社協は消滅せざるを得ないわけです。職員さんが地域包括せーって尻叩かれて、オレンジチームせーって尻叩かれてやってきて、大阪市なくなるからさようならって言われて混乱してると、今まで地域の中で積み上げてきたものが全て壊されてしまうっていう、そういう怒りの声、上げておられました。重く受け止めるべきだというふうに思います。また、介護職の離職問題とかね、 若者離れとかも全国的にも本当に大阪でも深刻ですよねヘルパーさんも70代以上が1割占めておられて同じぐらいの年代の方じゃないかって方を介護してたりするケアマネんは資格要件厳しくなったとかでそもそも資格を取得する方が激減してるっていうそういう調査出てる訪問認定の調査員さんはケアマネ資格が必須だったけどなり手が少なくて要件緩和になったとかそれでも確保が大変だとかもうそんな中でこの地域包括ケアシステムの要の 社協さん、苦社協さん、死者協さん、亡くなるってこと、本当に大変なことだっていうことを、本当に認識していかなければいけないという,ふうに思います。介護現場の大変さね、皆さんも分かっておられますよね。